こんにちは、アソニーです。今日は小ネタなんですけれども、先日購入した iPad mini 5、大変快適に使っていて、気に入ってます。でこうやって片手でがっつり持てるのがいいっていう話もしましたけれども、さすがにですね、この乾燥した季節だと結構滑るんですよ。でさすがにちょっと怖いなと思ってケースを購入しました。 Amazon で2000円ぐらいの安いケースです。こんな箱に入ってました。 ESR というメーカーのものですけれども、以前も言いましたけれども、 iPad mini 5はそれ以前のものと比べてボタンの位置とか微妙に違いますので、 iPad mini 5には iPad mini 5専用のケースを買う必要があります。はい、開けていきます。うん、いい感じじゃないかな。このようなファブリック素材のものですね。はい、中のこの部分はプラスチックになってますね。この辺もサラサラしてますし、説明書きにはオックスフォード生地と書いてましたが、まあまあファブリックですよね。横から見たらこんな感じです。ちょっと反射して見えにくいと思いますが、重さを測ってみます。 136g ですね。綺麗にパチッとはまりますね。あ、ちょうどいい感じだ。じゃあケースと本体と、フィルムを貼ってますけれども、この状態で重さが 438g です。やっぱり肌触りがサラサラしてるっていうのはいいですよね。夏場でもベタつかないのが良さそうですね。でもちろん蓋を閉じれば、はい、電源が落ちます。で起動します。角度はこの状態ともう一個の状態と2段階だけですね。それ以上はちょっと不安定になります。この2つの、切れ込みのところにはめるっていう感じですね。結構立ってる状態と寝かした状態、これ以上もうちょっと寝かしたいなっていう時もあると思うんですが、いけるいける。ここの切れ込みがないところ、この辺でも普通にちゃんと止まってくれますね。あ、これはいいわ、かなりいい。あ、この辺でも止まる、これはかなりいいぞ。で360度ひっくり返してこうやって持つこともできます。この持ち手の部分に適度な厚みが生まれるので結構ね、持ちやすいです。右手でもまあまあ問題なく持てますね。あー、いいなこれ。無理やり難癖をつけるとしたら、こう立てた時にこの部分が、まあ、余計なスペースっちゃ余計なスペースですね。以前購入したこちらはですね、こういうタイプも多いですよね。こういうふうにここに三角形ができるやつ、こう立てた時にここに何も余計なものが生まれないっていう形になるので、こっちの方は立てる角度がこの状態かこの状態かの2パターンしかないんですよね。でそれに比べるとこっちは、まあ、こことここが、ベースになって、さらにこうこの辺が無段階で置くことができるということですから、いいな。これね、私以前 iPad2018 の時に紹介した安物の、ケースなんですけれども、安っぽいって文句言いながら結局まだ使ってるんですけどね、こっちのシリーズに買い替えたいですね。iPad 用のサイズもあるのかな。スピーカーの穴とライトニングの穴もあります。このボリューム調整のボタンも、全く、押しやすさは問題ないです。はい、あくまで第一印象ですけれども、めちゃくちゃ気に入りました。2000円でこれだけの質感と、使いやすさが実現できるっていうのは正直想像してなかったので、めちゃくちゃいいですね。ただね、ここの部分が、多分マグネット入ってるんですけど、そんなに強いマグネットじゃないんですよ。なので、逆さまに持つと多分普通に簡単にパカッと、開いてしまうので、まあ、それぐらいかな。もうちょっとここのマグネットが、強力だったらいいかなと思いますけど、まあ、それも気にならないでしょう。
これ全く同じ商品が今残念ながら売り切れになってるみたいなんですけれども、同様にこういったファブリック素材の、低価格な、iPad ミニケースって結構売ってるみたいなので、非常におすすめしたいと思います。それでは